です。試合がスタートしました。さあ今アイスバックス選手バックをキープしまして、アタッキングゾーン、イーグルスのゴール前打っていきます。さてアイスバックスもその OG と言ってしまうという、はい、今ゴール前ですね、2対1です、はい、どうだ、ちょっと弱かった、反則ないかな、手が上がってないですね、エンディングゾーンに入っていきます。とても、イーグルスがバックをキープしました。いいシュートですね、大阪選手ですね。今古橋選手から寺尾選手のパックを打つ、ね、さあゴール前打っていく、ナイスセーブです、はい、本当仲間に渡しました、新井選手が今パックを持っています。これは今いいタイミングでスクリーンいましたから、さあ古来拓人選手がパックをキープして回しながらゴール前、ね、こぼれたパックをちゃんと抑えました。ハイサイクルというんですが、ああやった形で、おチャンスでリバウンド、ポスト回った、ポストリバウンド、一気に運んでいきました、ゴール前打つけれども入らないセーブですね、はい、バックを取りました。前半1ピリなかなかこういうシーンなかったですからね、今日注目ですからね、春菜選手と、はい、現在チーム最年長となっています、福田選手です。 そうですね、そして相手にも栃木出身の、はい、おチャンスです、ゴール横、抑えましたね、ゴールの横、体を倒しながらもしっかり抑えました、はい、ハリデー選手いましたね、やった、抑えました、寺尾選手ですね、チャンスですね、はい、ああ中入った、ああナイスパスです、ああナイスセーブ、ああパス出し選手ですし、はい、やっぱりここまでシュート打ってますから、はい、より効果的なパスでしたね、またチャンスです、ああナイスボール、決まりました、アイスバックス1点目、シュート入りました、いや素晴らしいドライブですね、すごかったですね、はい、スピードから、はい、スピードで入っていっていいコースのシュートしました、変なバウンドすることありますか、ああチャンスです、リバウンド、はい、おあナイスセーブです、バックが、おあナイスセーブですね、今も、あまた寺尾選手、寺尾選手が、お隙間を縫って、お入ったかと思いましたけれども、まあ、2対2になりますね、はい、感じてると思います、そうですね、はい、まあ、その防御率なんですけれども、限界があるので、はい、目の前のパックこう軌道を変えられるとやはり反応できないですよね、どんなゴールキーパーでもシュート角度変わると難しくなります、ナイスバンド、アイスバックス2点目決まりました、まあ、鈴木健人選手ですけども、はい、寺尾選手いいドライブからリバウンド出るシュートでしたね、まあ、はい、鈴木選手もしっかり詰めてましたし、はい、そしてワンタイムで中、屋敷選手に流すという、ね、ナイスセーブです、ナイスセーブです、フォワード3人いんで、はい、そちらに目が行きがちなので、入りましたね、アイスバックス1点を奪われました、いや今パス、はい、中島選手からのパスがですね、早かったですよね、みんな、はい、まあ、状況やっぱり、はい、ただ本当にアイスホッケー端から端までやっと今ですか、あチャンスですね、これあナイスセーブです、足で弾きました、はい、出ましたね、スにとってこういった時間にオフェンスゾーンで時間続けるのはいいですね、あナイスセーブ、浜選手打ってきましたが、石川選手やはりまあ、この時間になってくるとあと1回2回というところですから各セット、はい、あーこれチャンスですね、行くかどうだ、惜しい、上手なんですけれどもね、デビュー選手はでも今年はやっぱり自分がこう注目してもらえるプレーをしたいと話してました、いや十分、おリバウンド、ゴール前いけるか、ここも危なかったですけど反則なかったです、スティック1本ないんで、はい、残り50秒で2対2、そうですね、今1人パッスキック落としてしまったんでやはりちょっとパスカット人数足りてなかったですね、はい、なかなか簡単にパック奪えないので、
キープし続けるっていうのも大事です。はい、あーパス落としました。チャンスキュート選手、惜しい。レテルソーカイドがゴール前、ね、おあナイス、いい守りです、早田選手。ただ止めました、おー、クイ選手正面から止めました。あー一気に奪われました、ここイーグルス。イーグルス早田選手、少し広がりますからね。ナイスセーブです。あーこれうまく成沢選手パック出して、あーただあーゴール前も空いてましたね。ゴール前空いてます。どうだ、いけるか。あーナイスセーブ。あ高木選手当たりましたよ。高木選手当たりました。拍手お願いします、はい、画面の前でこちらは当たりました。お前が重要ですからね。高木選手、はい、少しゆっくり入ってきて止めろ。あー決まりました。また股間でしたね、ファイブホール。思いが強いと思います。さあ大向選手もシュートの上手な選手です。決めてくれ、打ちます。あー止められた。あー決まりました。成沢選手いいセーブでしたね。いいポジションでいい間合いで止めてました。そうですね。